はい。ということでね。えー、どうも皆さん、こんにちは。底辺でございます。えー、競馬ケー第39回ですね。えー、まあ、先週末で高松宮記念ございましたが、まあ、それは一旦置いといてですね、えー、他の重賞の方を振り返っていきたいなと思います。えー、まずは土曜日の阪神のね、メイン、毎日杯ですね。えー、3歳のオープンで、まあ、芝1008ということで、まあ、ちょっとび、えー、かなり微妙な距離ではあったんですが、えー 僕の本命はね、えー、ファーベントでございました。はい。えー、前走はね、えー、前走もキサラ木賞で本命にしてですね、えー、まあ負けたんですけども、<laughs> やっぱトースポハイの実績考え、考えてですね、で、ノーブルロジャーが割とマイルの上手いけど人気しそうやなっていうことを考えると、えー、ファーベント、かなり、えー、人気も落としてね、美味しいかなと思ってファーベント本命にしましたが、えー、結局、惜しくも4着に終わりましたね、はい。 まあそうですね、どん、道中7番手でコーナー通過して、最後、上がりさんの35.2で全体3番目の足は使えてるんですが <coughs>、まあ結果的に展開が向かなかった感じですね。はい、どっちかっていうと、まあ前残り展開、どっちかっていうと前残り展開で、えー、まあファーメントをちょっと後ろの方にいたんでね、えー、展開が向かなかったかなっていうのは正直な、えー、ところではありますし、<coughs> まあ、何より大ババっていうのがね、 え、ちょっとこの場には厳しかったかな、と、え、いうところがありますかね。はい。で、勝ったのは名称タバルでございました。はい。えー、もうね、えー、ずっと逃げて、で、もう直線で突き放したか、もう一伸びしてね、えー、突き放した感じもなんか、まさになんか逃げて刺すと、えー、そういう競馬をしてましたね、名称タバル。えー、まあ、えーそ、 オッとでは5番人気ですが、上がり3フォローは全体1位34.4。えー、まあペースで言うとね、1000、えー、メーター通過59秒。えー、まあそこまで、え速、ー、くはないと、えいう感じでございましてですね。まあスローペース。まあ割と、えー、ゆったりとしたペースで、まあし、かつ、思うままということで、まあ前残り展開はしゃあないんですが、その、それでも展開が向いたとはいえですね、 え、この名称タバル非常に強さを感じましたね。で、しかもね、この名称タバル、僕はあんまりそのね、えー、重視してなかったんですが、お馬ババの2回経験してるんですね。はい。やっぱ経験って大事ですね。この、このメンツの中でですね、オ馬バで買った馬っていうのは、オ馬場でよく走ってる馬っていうのはそんないないんですけども、経験値では名称タバルが一番オ馬バの経験値はあったんですよね。えー、なので、 そこは軽視すべきではなかったなと、えー、思いました、正直。はい、名称タブルしっかり押さえとくべきやったなと。えー、全然対抗とかでもね、えー、かなあかんかったなっていうのが、えー、これは反省ですね、はい。で、えー、2着には結局ノーブルロジャー来てます。えー、このまま2番でついそうで、まあ、結果的には残ったって感じですね、はい。まあ、ただ名称タブルには6番審査つけられてますけども、えー、まあ、 まあ、ノーブルロジャーもね、えー、マイルずっと走ってきて、で、初めて距離延長で、まあ、2着に構想してますし、まあ、若干ね、内前よりの展開が向いた、えー、部分はありますが、まあ、このノーブルロジャーもね、えー、今後、今後どうなんでしょうね。どこ行くんかなちょっと次どこを使ってくるか正直わからないんですが、まあ、そうですね。NHK マイルとか出てきたらこのまま面白いかなと思います。はい。 で、3着にはベラジオボンドが来てますね。えー、この馬が全体上がり2位の足を使って来ています。まあ、道中は4番で追走で、えー、最後ちょっと、最後もう一伸びしたって感じですね。はい。で、えー、タケルトがジョッキン、スマートワイスが5着、サトノシュトラーセが6着。で、えー、期待されてたニュージーズはやっぱり外枠が響きましたね。と思います、僕は。外枠と、 あとは、ババババもそうですし、あとはそうですね、キャリア2戦目っていうのもあったかな、この馬に関しては。はい、そんな気がしてます。で、まあ、道中も7番手追走でね。まあ、ちょっと次、次これで人気落とすようならね、えー、ニュージーズ、えー、変えるんじゃないかなと、えー、正直思ってます。はい。えー、以上、毎日杯でございました。えー、土曜日はね、中山も、中山の方でもね、え、重傷ございました。えー、日経賞ですね。 まあちょっと天気が悪いそうやなという予想やったんですが、えー、思いのほかですね、中山は雨の降り出しが遅くてですね、えー、そのまま両、で、しかも雨がそんなに、まあ小雨程度やったっぽくてですね、えー、両馬場で、そのまま行っておりました。まあ僕もね、あんまりなんか馬場が荒れそう荒れ馬場にはならんのちゃうかなということで、ボッケリーには本命にはしませんでしたね、えー、本命クロミナスで行きました。 はいえー、クロミナンスは、えー、2着ですね。はい。<laughs> えー、道中は、まあ、中段やや後ろって感じでですね。まあ、上がりサンハロンは全体2位の足を使えているんですが、まあ、最後ね、シュトルーベがね、うまく抜け出してきましたね。えー、シュトルーベ、えー、上がり、勝ったシュトルーベが上がりサンハロン全体1位の35.3の足を使って、えー、突っ込んできてます。はい。 ま、4万人気でね。まあ、シュトルーベ割と、後ろの方にいた馬なんですけど、ええー、まあ、こんな感じでね、えー、しっかり抜け出してきて買っちゃうってとこは、やっぱりね、なんか力を感じましたね。はい。ちょっと、シュトルーベに関しては完全に僕も印つ,つ,つけてなかったんですけども、ええー、来ましたね、ってことで。はい。 いやー、やられ、やられた。もうなんか完全にやられたって感じですね。えー、クロミナンス、あんまま言ったら買って、買ってたっぽいですからね。えー、シトルーペ最高なければね。<coughs> <coughs> まあ、なのでや、やらかしたなってとこですが、まあ、ペースで言うと、まあ、1000メーター通過タイムは、乗ってないな。<laughs> 900メーターが53秒9。1100メーターが1分6秒。なんで、まあ、 センメタ通過タイムは、若干早いかなと、まあ。み、まあ一応ミドルペースで出てますが、若干、若干ペースは早めかなと思いましたけど。<coughs> まあその中でシュトルウベ、クロービダンス、で、マイネルウィル,ウィルトスが3着に来てます。まあ大体、アガリサン・ハロン、えー、全体で、はい足を使えてた馬が上位に来てますね。はい。 ま、ここに関しては、なんかね、えー、中山にしては珍しく、後方馬が、後方にいた馬が、そうですね、一気に刺してきたって感じですね。で、えぇ、ー、マテンロルは4着、もしくは4着に終わってました。まあ、結局ね、えー、この馬が逃げたんですけども、かなりね、道中は、えー、他を引き離すというかですね、まあ、そんな感じでしたが、えぇ、ー、まあ、結局、 若干ね、えー、垂れちゃって、最後は4着。まあ、マテンロールもね、追い切り非常に良かったんで、えー、一応ね、単、えー、勝でも僕は抑えて、単勝で抑えてないか。紐で抑えてたんですが、えー、結局着、4着ということで、まあ、惜しかったですね。はい。まあ、横山のりさんのね、前ポツンが見れただけでも良かったかなと、えー、思います。で、ボッキリーニに関してはですね、えー、まあ、5着なんですが、まあ、道中は好位追走って感じで、<coughs> え4コーナー回った時も、だいたい3番手あたりですね。えー、にいたんですが、まあ、やっぱ伸びを書いたって感じですかね。まあ、ここはもう完全に年齢の部分もあると思いますし、やっぱボッケリーニーがね、力を発揮するのはね、やっぱりね、ぐちゃぐちゃのババなんで、で、あと前走のね、アメリカジョッキークラブカップでね、最後、チャックネイトにね、差し返されたところを見てですね、やっぱりどうしても衰えを感じざるを得なかったので、えー、ボッケリーニーね、えー、また不良、えー、まあ、ぐっちゃぐちゃのババでは買えるかなと思いますが、 こういう、両側になるとですね、ちょっと、年齢的にも厳しいところがあるかなと思った、思ったレースでしたね。はい。で、ヒートオンビートが7着に終わっています。はい、えー。ということで、えー、日経賞でございました。バケンの方は外しております。はい、シュトルーベを入れてません。はい。えー、で、 あとは、え宮城で以外では、えそうですね、えマーチステイクスですね。はい。すいません、ちょっとマーチステイクスに関してはですね、予想動画をね、え出すのを忘れてました。はい。動画を作ってました。えただ、え動画を出す前に、え寝落ちしてしまいました。申し訳ないです。はい。えそういうことでマーチステイクス。この、このレースはなかなかすごいレースでしたよ。はい。え僕はもうブライアンセンスね、えここは崩れへんやろうということで本命にしたんですが、えぇ、どうゅ、まぁ、好追走って感じで、ま最後は、 全く伸びを書いてですね、えー、6着に終わりました。はい。えー、ここ、ブライアセンセスね、えー、前走東海ステークスで、まあ、東海ステークスで4着。まあ、展開が、この馬に関しては展開が完全に向かなかった感じなんで、えー、ここはね、えー、しかも今回、えー、天気悪かったんですが、中山に関しては両馬場でね、 えー、ハンデもトップハンデじゃないしってことで、えー、もう完全に本命、大本命やったんですが、えー、ブライアンセンスは6着。で、この馬を軸に勝ってたんで、えー、やらかしましたね。馬券の方は外しております。はい。んでですね、えー、っと。結局来たのはバルサーシャルですね。はい。えー、この馬だ、この馬が上がり3波の36.2全体1位の足を使ってですね。えー、まあ、道中は中段やや後ろ。 って感じで、えー、7番手から追走だったんですが、えー、最後ね、えー、水戸脳が逃げ粘る中ですね、えー、1頭だけ後ろからもうものすごい足ですね、ぶっ飛んできてですね、えー、差し切ったと、えー、いうことで、まあ、非常に強い、強い警棒したし、またなんかダートで強い馬が出てきたなっていうのは、えー、思いましたね、はい。バルツアーシャル、ちょっと今後注目ですね、はい。え2着にはですね、逃げ粘った水戸脳が残りました。 えー、ミトノはですね、完全に消してた、消してたんですね。ええー。やっぱりちょっとミトノに関しては、このね、ええー、前奏の名古屋グランプリの、えー、大敗が気になるってのと、あとはね、やっぱりその、馬体重を見たときにですね、プラス16やったんですね。増えすぎやろってことで。 今回見送ったんですよね。ほな来たんですね。うーん、なんか、噛み合わんなというか、もうずっとそんなんが続いてますね、はい。で、まあペイシャイスはね、えー、一応シルスをつけておりました。まあ、ちょっとハンデはトップハンデなんですが、まあ、調教が追い切りが良かったのと、まあ、実績見てもですね、えぇ、ー、 前走中山だと1008で6着に敗れてはいますが、まあ、割と悪くないと、えー、いうことで、まあ、ペイシャイスもね、えー、一応ね、紐には入れてましたね。はい。で、4着の北のビジョンが、えー、上がり3んの全体3位。5着がラインオブソウル、6着ブライアンセンス。で、7着に僕が穴馬指名したダノンブレッドが入ってましたね。はい。<laughs> ま、ただ7着です。はい。で、ゴールドハイヤーが8着。で、クリノドラゴンが上がり3ル全体2の足を使って10着に飛び込んできてます。で、キリンジ、僕は印をつけたキリンジは11着。で、えー、勝ちまであるんちゃうかなと思って対抗に指名したウェルカムニュースは13着でしたね。ちょっとウェルカムニュースに関してはどうしたんかなと思ったんですが、はい。まあね、道中で、ね、3番手追ついそうで、まあ、悪くなかったんですけどね。 最後沈んでいきましたね。はい。えー、マーチステークスね。まあ、結構ありましたね。やっぱブライアン戦数ンが飛んでますからね。はい。<laughs> えー、ということで、えー、以上、えー、重症、G1 以外のね、えー、重症を振り返ってみました。えー、ということでですね、えー、ちょっとね、えー、G1 以外でここまで動画が長くなってしまったんで、えー、宮城での振り返りはまた別の動画で作りたいと思います。はい。 で、えー、今週の重賞展望もね、えー、まあ、重賞二つだけですけど、大阪杯と、えー、ダービー協チャレンジトーナメントか。この二つだけなんで、まあ、宮記念の振り返りがどんだけ長くなるかですけども、えー、とりあえずこの動画はね、えー、この、えー G、先週の G1 以外の重賞三つを振り返るに留めておきます。はい。えー、ということでね、えー、この動画はこれで以上になります。えー 高評価とね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。